しまくって世の中大変なことになってるよね。おい、京都から一発声上げに来たよ。よろしくフランク・ダッチマン、噂のロケンロー、イエーイ。人類は遥か昔、本当の時を奪われたせいで五感が低下し、テレパシーだとか少年の力とか今とは想像をはるかに超えた別の次元のクリエイティブなテクノロジーを失ってしまったんだよ。いつの時代も毒を持った悪い奴らがいて、その能力を独占するために偽物の時間を作り出し、物質に頼る文明を発達させるために破壊という科学を生み出して、戸惑う人々に対して自分たちの身勝手なへりくつを定義づけるために宗教を操り、その裏でエネルギーを牛耳って経済というお金のシステムを構築してきた代わりに偉大な能力を失ってしまった。何千年もかけて遺伝子的に記憶障害が起こり、何度も何度も生まれ変わって完全にその能力を忘れてしまった俺たちは記憶喪失なのだ。4次元の科学や哲学の話でみんなが好きなファンタジーさ、まあ要するにお金を儲けるために人々を騙してメディアを駆使し自然を破壊し無責任に危ないものをいっぱい作ってきた奴らが、自然を愛し自然を育んで自然と共に生活してきた人たちに長年にわたってものすごい苦痛を与えてきた事実が明らかになってくると、犠牲になってきた人たちの上に電気っていう暮らしがあるんだよ。そしてパンドラの箱の底を覗くと、太陽光発電だとか無限エネルギーだとか自然を壊さなくても自然を利用した技術が発達してて、今は原発なんかなくても十分電気が賄える時代なんだよ。しかも低コストで、今ある原発全て止めても水力火力フル稼働するだけで賄えるんだよ。それを騙して隠す理由はものすごい利権が絡んでるのさ。金だよ金、末期的に気が狂ってるよこいつらは。原発一基作るのに1兆円ほどの援助金が国から電力会社に降りて、電力会社はターゲットを決めてその土地の人たちに近づいて金をばらまくんだよ。おっさんをキャバクラに連れてって、お年寄りを温泉旅行、接待接待接待、町が復興するよなんて子供騙しな嘘ついて、反対派推進派に人々の心をお金で引き裂いていくマニュアルがあって、海を売った漁師に莫大な漁業権を支払って、安全対策やら危ない秘密の実験やらプロパガンダの広告費で莫大にかかってる、そのお金はみんなの税金だよ。
働きたないよね、こんな国で。体に50個以上の時限爆弾をつけて生活してるのと同じで、1個でも爆発したらそこにはもう人が住めなくなるし、何にも生息できなくなって、じわじわ汚染が広がってく恐ろしいものが50個以上あるんだよ。嫌なイメージだけど、核の平和利用の名のもとに日本は核兵器を持ちたいがためにこれだけ強行して作ってきたんだよ。中国電力は山口県上関町の美しい海岸を埋め立てて、これから日本最大級の原発を2基作ろうとしてて、その対岸に住む岩井島の人たちは30年も反対してやめてくれ言うて、必死に生活ほっぽり出して食い止めてきてるんだよ。豊かな自然とともにみんなそこにずっと住んで生活してるんだぜ。歴史もあって広大な自然が残ってる素晴らしいとこなんだぜ。そんなの全部無視して強行しようとしてるんだぜ。この後に及んで福島原発とはうちは関係ありません言うて、毎日つい最近まで工事してたよ。アホよ、愚かだよね。今止まってる、各地で止まってる原発も大丈夫で再稼働させようとしてるし、何が大丈夫やねんお前は。お前の頭をメルトダウンしてるじゃねえかよ。末期的に気が狂ってるし、宗教よりもきつい洗脳されてるっていうか、自分たちで安全安全でほざいてきたその呪縛にかかってるよね。本当にバカ。でもそんなバカ野郎に騙されてきた俺たちもバカ野郎だし、完全に罠にはまってるぜ。ツイッターやネットで原発と反対してる人の上げ足を取るようなレスポンス多いけど、そんなやつほど薄っぺらく何にも実態分かってないし、情けなくなるぜ。そんな君たちも原発を推進するなら、応援するなら、広島長崎の原爆、第五福竜丸の被爆、1953年国連で核の平和利用のキャンペーンが始まり、その裏でソビエトとアメリカが冷戦下で核開発を競い合って、読売新聞、読売テレビの正力松太郎を介してアメリカから日本に原発計画が進められ、ウランが渡ってきたとこから日本に原発が誕生し、今に至るまで知ってから話してくれよ。気持ちは変わると思うぜ。原発によって社会全体に影響してる不穏連鎖なんて見えてきたら吐き気がしちゃうよね。まともな心を持っていればね、テレビや新聞騙すために使われてるよ。特に日本はひどいよ。今のテレビの報道機関も超ひどすぎるね。プルトニウムのプロジェがやっと出始めたね。この世で一番危険な物質だよ。福島の3号機は関西電力の星野監督が出てたプルサーマルだよ。プルトニウムで発電してるやつさ、あれが爆発してるんだぜ。なのに次の日の新聞の一面は計画停電だったね。プロパガンダだぜ。自分たちの悪事を隠すために一体どれだけの人を犠牲にすんねん。ふざけんなよバカ野郎。プルトニウムは放射線とは比べちゃいけないよ。あの物質を少しでも吸い込んだら全ての細胞やられちゃって、遺伝子もぶっ壊されて再生もできなくなるんだぜ。それが漏れてるにもかかわらず長い間プロジに触れない奴らの口癖は皆さんご存知、直ちに人体に影響はありません。直ちに人体に影響はありません。聞き飽きたよね。直ちに人体に影響はありません。今年の流行語大賞だぜ。全く一大殺人集団、組織犯罪だよ。原発に関してだけじゃなくても、しっかり情報が公開されていれば救えた命はもっともっともっとあったはずだよ。テレビ局イコールチンカス。テレビ局イコール原発。
このシステムがいかれてるぜ。騙してきた奴らが今何をやってるかっていうと、国民のことよりも責任を逃れるために頭をフル回転させて必死で言い訳を考えてるよ。それが奴らの仕事さ。おかしいよね、おかしいよね。ヒューマンエラーだぜ。もうバレバレだよ。この日本に襲ってきた痛みを日本人がどう乗り越えるか注目してるよ。日本の若者がどう行動するか、アーティストやミュージシャンがこの痛みをどうアートにして訴えて思いを込めて乗り越えるのか、世界中のみんなが見てるぜ。日本は一大事なんだよ。揚げ足の取り合いしてる場合じゃねえんだよ。もう寝てる場合じゃねえんだよ。原発なんてもう時代遅れ。スウェーデンなんてドイツなんて原発は破滅に向かってるから原発をやめますかって、やめたら初めのうちは苦労しますけどって国民に真実を話したら、国民はやめようって言って、今もうとっくに原発なしでやっていこうとしてるぜ。日本もとっくに自然エネルギーだけでやっていける技術を持ってるんだよ。それを騙して脅して隠してるだけ。お金のために早く気づいておくれよ。どうしてそんな無関心でいてられるのさ。森県六ヶ所村の核の再処理工場には核の廃棄物用の3000トンのプールがあって、核の廃棄物がそこに溢れてて埋めきれないから廃液を毎日海に捨ててるんだぜ。信じられないだろう。それをみんなに黙ってるんだぜ、隠してるんだぜ。その工場が爆発したら日本どころじゃなくて地球が潰れるほどの核がそこにはあるんだよ。原発に関してだけでも隠してることはたっぷりあるんだよ。この前の計画停電もひどかったよね。あれは国民に原発がなかったら不便だとか困るとかって植え付けて、これからも原発を維持するためにわざとやってるんだよ。そんなことやったせいで死人まで出たんだぜ。そんなことしなくてもオール電化が流行ってるぐらい日本の電力あり余ってるんだよ。みんな普通に考えたら日本資源大国やし温泉いっぱい出るよね。温泉を掘って地熱発電できるんだよ。北欧の人たちはどうして日本は地熱発電しないんだって首をかしげてるよ。送電線一つにしても今使ってる電線は発電所からそれぞれの家庭や施設やビルに届くまでにものすごい電気を垂れ流してるんだぜ。君の家に届くまでにものすごいロスがあるんだよ。今はほとんど電気が漏れない送電線が日本にはあるんだよ。日本人の技術はすごいよな。今までそんな危ないものに使ってきた金があったらもうとっくに自然エネルギーだけでやっていけてるよ。なぜそうしないかって、核兵器と金だよ。薄汚い金、それにみんなかかってるね。日本の電力は独占企業でそれ自体が法律違反してるよ。みんな何のために税金払ってるんだよ。金金金金金、お金も大事だけどもっと大事なもんあるよね。も
もっと大事なもんあるよね、あるよね、そこを忘れちゃいけないよ。お金があっても家は買えるけどホームは買えない、時計を変えても時間は変えないし、本を変えても知識は変えない、ベッドを変えても眠りは変えない、医者に見てもらうことはできても病は治らない、元気を買ったら死ねば壊れちまった、その会社はどうなってダメかもしれないよ、だから例えばデートを僕にしたって、死ぬ間にみんなで死なせ考えてくればいいんだよ、会話はちょっと考えがあったりとか、水力、消費の水力はまあまあ有効だったりとか、俺らも疲れてもそんな専門家チャンスわからへんけど、ぼちぼちやってくればいいんだな、最後にしっかり公開されて入院ならお金が助かると思う、非常に臭いがあるぐらいだし、大企業だからって信用したいぐらいよ、大企業だからこそお金を任せるけど、こんなこと言いたくないけど、今まで分かったわけないけど信用できない、俺たちが遊んで
マイクがこれがあるとね、声は持たない。だからミュージシャンの方、ガン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 持ってもらったよ、分散しよう。おいや、もっともっと来てくれ。これは俺らでやっていくし、ありがとう、どうも。絶対反対だね。ありがとう。はい、もう本当に激アツのステージありがとうございます。